天皇機関説事件で発禁となった憲法殺意を対立する概念天皇機関説。天皇主建設天皇機関説とは、大日本帝国憲法下で確立された憲法学説で、統治権は法人たる国家にあり、天皇はその最高機関として、内閣をはじめとする他の機関からの保湿を得ながら、統治権を行使すると説いたものである。 ドイツの広報学者、ゲオル・クイエリネックに代表される国家法人説に基づき、憲法学者、ミノベ・タツキチラが主張した学説で、天皇主権説などと対立する。天皇期間説は、1900年代から1935年頃までの30年余りに、わたって、憲法学の通説とされ、政治運営の基礎的理論とされた学説である。 憲法学者の宮沢俊義によれば、天皇機関説は次のようにまとめられる。国家学説のうちに国家法人説というものがある。これは国家を法律上一つの法人だと見る。国家が法人だとすると、君主や議会や裁判所は国家という法人の機関だということになる。この説明を日本に当てはめると、日本国家は 法律上は一つの法人であり、その結果として、天皇は法人たる日本国家の機関だということになる。これが、いわゆる天皇機関説、または単に機関説である。宮沢敏夫天皇機関説事件有比較、1970年、1889年に公布された大日本帝国憲法では、天皇の位置づけに関して次のように定められた。 公述するように、天皇機関説においても、国会史の最高決定権の意味での主権は天皇にあると考えられており、天皇の政治上の権限は否定されていない。しかしながら、こういった立憲君主との考え方は大衆には浸透していなかったようで、一連の騒動以後は天皇主権説が台頭し、それらの論者は往々にしてこの立憲君主の考えを、 西洋由来の学説の無批判の受け入れであると断じた。主権という語は多義的に解釈できるため注意が必要である。統治権としての主権を有するのは何かという問いに対して国家と答えるのが国家主権説である。一方で国会史の最高決定権としての主権を有するのは何かという問いに対して君主であると答えるのが君主主権説。 国民であると答えるのが国民主権説である。したがって国家主権説は君主主権説とも国民主権説とも両立できる。見延べた月の天皇期関説は統治権の意味では国家主権、国会史最高決定権の意味では君主主権を唱えるものである。見延べは主権概念について統治権の所有者という意味と国家の最高機関の地位としての意味を 混同しないようにしなければならないと説いていた。金森徳次郎によれば、見述べは天皇の発した直後であっても主権者たる国民は、これを批判しうるとしていた。大日本帝国憲法の解釈は、当初、東京帝国大学教授、穂住厚からによる天皇主権説が支配的で、反発政治家による先制的な支配構造を、理論の面から支えた。 また、この天皇主権は、究極のところ天皇の祖先である、高祖高層に主権があることを意味する、神直主権説とも捉えられた。これに対し、東京帝大教授の一聞き特労は、統治権は法人たる国家に帰属するとした、国家法人説に基づき、天皇は、国家の初期間のうち最高の地位を占めるものと規定する、天皇期間説を唱え、 天皇の神格的超越性を否定した。もっとも国家の最高機関である天皇の権限を尊重するものであり、日清戦争後、政党勢力との妥協を図りつつあった官僚勢力から徴用された。三戸達吉日露戦争後、天皇機関説は一期の弟子である東京帝大教授の三戸達吉によって、 議会の役割を高める方向で発展された。すなわち、ビスマルク時代以後のドイツ君権強化に対する抵抗の理論として国家法人説を再生させたイエリネックの学説を導入し国民の代表機関である議会は内閣を通して天皇の意思を拘束し得ると唱えた。ミノベの説は政党政治に理論的基礎を与えた。 身延べの天皇機関説はおおよそ次のような理論構成を取る。国家は一つの団体で法律上の人格を持つ。統治権は法人たる国家に属する権利である。国家は機関によって行動し、日本の場合、その最高機関は天皇である。統治権を行う最高決定権たる主権は天皇に属する。最高機関の組織の移動によって、 生体の区別が生まれる。侵害革命直後には、穂積の弟子である、東京帝大の上杉新吉と美野部との間で、論争が起こる。共に、天皇の王道的統治を説くもの,の、の上杉は、天皇と国家を統一しし、天皇は、天皇自身のために統治する、国務大臣の保筆なしで、統治権を勝手に行使できるとし、美野部は、天皇は、 国家人民のために統治するのであって、天皇自身のためするのではないと説いた。この論争の後、京都帝国大学教授の佐々木総一も、ほぼ同様の説を唱え、身延べの天皇帰還説は、学会の通説となった。民本主義とともに、議員内閣制の慣行政党政治と対象デモクラシーを支え、また、 美濃部の著書が高等文館試験受験者の必読書ともなり、1920年代から1930年代前半にかけては天皇機関説が国家公認の憲法学説となった。この時期に摂政であり天皇であった昭和天皇は天皇機関説を当然のものとして受け入れていた。一心上の弁明を行う美濃部達吉憲法学の通説となった。 天皇期間接は、議会の役割を重視し、政党政治と県政の情動を支えた。しかし、政党政治の不全が顕著になり、議会の統制を受けない軍部が台頭すると、軍国主義が主張され、天皇を絶対死する思想が広まった。1932年に起きた5.15事件で、犬飼武首相が暗殺され、県政の情動が崩壊すると、 この傾向も強まっていった。また、同時期のドイツでナチスが政権を掌握すると、1933年にはドイツでユダヤ人の著作などに対する噴書が行われた。この噴書において天皇帰還説に影響を与えたイエリネックの著作もイエリネックがユダヤ人であることを理由に明かれた。昭和戦前の日本におけるナチスドイツやナチズムへの関心や、 親近感の高まりも、天皇帰還説への敵視に影響を与えた。1935年には、政党間の清掃を絡めて、貴族院において天皇帰還説が公然と排撃され、首相者であり、貴族院の直線議員となっていたミノ部が弁明に、立った。結局、ミノ部は不経済の疑いにより取り調べを受け、貴族院議員を辞職した。ミノ部の著書である、 憲法殺用、築城憲法正義、日本国憲法の基本主義の3冊は、出版法違反として、発禁処分となった。当時の岡田内閣は、同年8月3日には、統治権が、天皇に損せずして天皇はこれを行使するための、帰還なりとなすがごときは、これ全く万法無比なる。 我が国体の本義を誤るものなりとし、同年10月15日にはより進めて、いわゆる天皇帰還説は、神聖なる我が国体に戻り、その本義を誤るのを甚だし、着物にして現にこれを参助せざるべからず。とする、国体名庁声明を発表して、天皇帰還説を公式に排除、その教授も禁じられた。昭和天皇自身は、 機関節には賛成での劇でのの学問の自由が侵害されることを憂いていた昭和天皇は国家を人体に例え、天皇は脳髄であり、機関という代わりに機関という文字をも用いれば少しも差し支えないではないか、と本城茂部官庁に話し、正木き神三郎教育総監にもその旨を伝えている。国体名庁生命に対しては軍部に、 不信感を持ち、安心ができぬということになると言っていた。また鈴木寛太郎次重長には次のように話している。主権が、君主にあるか国家にあるかということを論ずるならばまだ、ことがわかっているけれども、ただ機関説が良いとか、悪いとかいう論議をすることはすこぶる無茶な話である。君主主権説は、自分から言えばむしろそれよりも、 国家主権の方が良いと思うが、一帝日本のような君国同一の国ならば、どうでも良いじゃないか。見延べのことをかれこれ言うけれども、見延べは決して不中なのでないと自分は思う。今日、見延べほどの人が一帝何人日本におるか。ああいう学者を葬ることはすこぶる惜しいもんだ。西恩寺公と政局また、昭和62年に、皇太子、秋人新郎が、 記者の質問に答える形で、機関節事件前後の天皇あり方について言及しており、機関節事件に否定的なニュアンスのコメントをしている。記者訪米前の会見で、1930年代から敗戦までは、それ以前、それ以後と比べて、天皇のあり方が全く違うということをおっしゃったようですが、それはどういう意味ですか 皇太子天皇期間説とかああいうものでいろんな議論があるわけですが、一つの解釈に決めてしまったわけですね。そのことを言ってるわけです。だから、大日本帝国憲法のいろんな解釈ができた時代からできなくなってしまった時代ということですね。その時にある一つの課題にだけ決まってしまった。昭和62年12月16日。 誕生日に際しての記者会見第二次世界大戦後、改正憲法の機運が高まる中、見延は憲法改正に断固反対した。政府、自由党、社会党の憲法草案は、すべて天皇機関説に基づいて構成された、ものであった。しかし、天皇を最高機関とせず、国民主権原理に基づく日本国憲法が、成立するに至り、天皇機関説は、 解釈学説としての使命を終えた。ありがとうございます。